ございます。大草心です。今日は六本木ヒルズの中にある五沢線&J ビートパークの店舗にやってきました。では早速お店の中に入っていきたいと思います。フレズの竹内さんとデザイナーのおぼしさんに一緒に店舗を回ってもらいます。お願いします。お願いします。プレスの竹内と申します。よろしくお願いします。デザイナーのおぼしです。お願いします。早速、はい、いいですか、はい、ガツガツ行きましょう。はい、今期のデザインのテーマなどはありますか？ロサーセンの今期のテーマはウィークエンダーズって言って、なんか多趣味な人に向けて、例えばサーフィンとか、まあ、ゴルフとか、あとなんかバーベキューとか、そういう人が遊んでるイメージをちょっと洋服に落とし込ん でアメリカンな、まあ、ちょっとこういうバンダナ柄とかを使って、はいはいはい、ゴルフだけっていうよりももういろんな趣味にをしてる中の人がゴルフしてるみたいな。なるほどね。またなんか新しい感じのテーマですね。こうロサーセンのイメージって、はい、この私の中でこう男女のペアの柄が多いなとかよく思うんですけど、それなんか意識してたんですか？基本的に男女同じデザインがすごく多いので、なのでまあメンズの人がこの同じ柄のポロシャツ着て、女の子がそのスカート着てこうコーデで合わせてもらったりとかっていうこともできるので、ペアにはすごい向いてるかなと思う。そうですよね、はい、なんかすごいこう、あ、このデザイン男性にもあったらいいのになとか結構思うこと多かったんで、ロサーセンを初めて見た時に、ロサーセンめっちゃ可愛いのが男性にも合うんですよね。なんか今回、はい、まあ、YouTube 撮影も何本かやってきたんですけど、まあ、少しこうなんだろう、変わったことじゃないですけど、他とはまた違うことをやりたいなと思って、今回の YouTube の撮影でやりたいのはラウンドデートスタイル。おー、かっちり。趣味を講じて付き合うことになること結構多いじゃないですか、男女というのは。ゴルフがお互い好きで、あ、いい趣味があって付き合い始めて、そろそろこう同じような服でラウンドもいいんじゃないかみたいなのをロサーセンで見せたいなと思います、はいはい、でですね、店舗のスタッフの方と私でその、ね、はい、コーディネートをやりたいと思ってるので、店舗の岩沢さんすいません岩沢さんに今回出演してもらいます。それ的にもちょうどいいかな、いい今ね、こういう私服なんですけど、デートサリーになったらどういう風になるかなっていうのを見せたいと思います。お願いします。お願いします。お店の中ぐるっと紹介してもらっても大丈夫ですか？そうですね、はい、はい、なんかおすすめの柄とかってあるんですか？今回のポリエステルの素材なんですけれども、それちょっとプリントした感じで吸収速感もあって着心地もとてもいい感じの、なるほど、はい、へー、あとはちょっとバンダナのちょっとコラージュしたような感じの柄もすごくおすすめですね。なんかロサーセンってこう、結構これが好きなんですけど、タオルっぽいというかパイル地、パイル地ってあんまりこう女性のウェアにはあんま少ないなって思うんで、すごくこのシンプルでなおかつこう可愛いデザインも入ってて、柄も入ってて結構好きなんですよ。見た瞬間にめっちゃ可愛いカジュアルにもね、着方次第ではかなりいろんな着方ができるから、あと柄物も合わせれるんですごく使いやすいかなと思います。じゃあメンズの方も行ってみますか？はい、メンズもたくさんあります。そうですね。こちらは、ちょっとこう高級ゾーンの、高級ゾーン、はい、で素材もパイルでもすごく幅があるのいいと思って、シンプルなんですけれども、ちょっと生地に頑張って、はい、こだわりが感じの商品も揃えてますね。で、そうですね、柄とかは基本男女同じ感じの、ね、バンダナ柄、うん、メンズありますよ、帽子などもさっきのワンピースの、うん、という、はい、これもすごく人気の商品ですね。ボタニカルなんかこう、
柄がいっぱいあるけど主張しないからいいですよね。なんか全体に入ってるのにそんなに主張がないから本当に柄と柄でも合わせやすいですよ。この柄にこれでも全然そんなに柄が主張してないから合わせやすい。なんか爽やかさが倍増しますね。でそんなに濃くないから、ね、しくない。そうそうそう、ね、ザッて歩く感じが、うんうん、いいかも、いいかも、ね、夏これから暖かくなってくるから、うん、そう、それ UV のカーテンの効果なので本当に風通しも良くって、うん、吸水速乾もあるので、うんうんうん、じゃあんまりアンダーとか長袖作ってないじゃん。UV カットとかそうですよ、ね、そうで、それよりもちょっとこうパーカーとかでもうなんか太陽に向かっていく感じでたまにこう脱いでもらったりとか、まあその暑い日差しをこうシャットさせてもらうような感じでスーパーカーを作ってまして、大体はちょっと、まあ、テーマのウィークエンダー的に楽しそうな感じに、すごい ね着心地がいい、うん、本当にこの綿の素材の、うん、結構こう吸水速乾吸水速乾って思って綿をちょっと選ばないことが多かったんですけど、うんうん、これね、すごい吸水速乾で綿っていうのが、うん、気持ちいいです。リジナルの素材で結構涼しい、肌触りがいいんで、でスイングしやすいよ、ちょっと袖も短めで取り回しがいいので、でこれ裏側もちょっと素材がメッシュ素材になってるので、メンズの生地の裏側も、はい、そうなので肌当たりもよくって、うん、あとこのハギとかも縫い代がないようにできてるので本当に肌当たりもよくって、意外にねルサーセンってなんかこうナチュラルな感じって思われがちなんですけど、すごい機能的で本当に着心地も着ていただくとすごくいい感じだと思います。せーの、じゃん。このスタイルはゴルフの後にこのままバーベキューとかも行けちゃうスタイルです、うん、ね。お互い短パンでちょっとカジュアルダウンにしてみました。キャップでね、こう女子もキャップ似合いますよ意外と。私よくねキャップかぶるんですけど、ベージュがまたなんかいいね、アウトドア感があって ね、うん、ね。でこれのパンツが色違いです。色違いです。はい、あとは違うね。違う、はい、なんか同じ柄なのに、うん、同じに見えないのが、うんうん、なんか今は思います、はい、どうですか、このパンツ水陸両用なんで。あ、そうなんですか、はい、こう泳げちゃう感じ。いけちゃいますね。インナーっぽいのが、このインナーもついてるんで、すごいじゃん、はい、じゃあゴルフ終わってプール飛び込んでそのままバーベキューいけちゃう。そうそういう感じで乾いちゃう。めちゃめちゃ気持ちいいですね、はい、充実の休日ですね。充実だね、はい、そんなゴルフ場を探そう。あったらいいね。ゴルフ行ってそのままプール入って、うん、乾いたらバーベキューして、うんうん、いやーいいわ。機能性抜群です。機能性抜群です。はい、今日はありがとうございました。すごいだからね、見てるより着た方がすごいしっくりくるし、だからイメージが、あ、着てみると全然爽やかじゃんとか可愛いじゃんとか、うんうん、なんかさりげなくていいねってなりましたね。ちょっと恥ずかしい部分もあったんですよ、男女で合わせるとか。だけど着てみたら全然悪いと、ね、ナチュラルですね、うんうん、すごい、皆さんにもやってもらいたいですよ、うん、流行らせて、さりげないさりげない、うん、ラウンドデート。では以上、ルサーセン&チェリー・リンドバーグの店舗の紹介でした。ありがとうございました。バイバイ。竹内さん、はい、大事なことを忘れてました。視聴者プレゼント、はい、今回も無理やりお願いしてもいいですか。いいですよ、お願いします。お願い聞きましょう。ありがとうございます。今回何をプレゼントしていただけますでしょうか。水がいい。
メンズを意外と出したことがないので、はい、初メンズ行こうかな。一押しの。プレゼントが決定しました。はい。じゃん。はい。ココロちゃんが着てたパーカーのメンズバージョンですね。メンズバージョン。メンズはポロエリになってます。とても着やすくて肌触りもいいので。あえて白とかもあるんですが、こういう爽やかなブルーかっこいいずっこいブルーで大沢線の灰色生地がねもっと分かりやすくなってるので、これをぜひ視聴者の方に着てもらいたいと思います。サイズは L ですね。はい、はい、L サイズです。これを1名の方にプレゼントします。応募方法は概要欄のリンクにいつも通りであるので、そちらを参考にしてください。ぜひ応募お待ちしています。バイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画の続きが気になる方は左の動画をチェック、チャンネル登録は右の登録ボタンをよろしくお願いします。コメントと高評価もお待ちしています。